眼鏡アクセサリー、リコードでございます。今回ご紹介するのは、純足田腕時計のですね、あの、電池交換についてご説明したいと思います。今回ですね、この金色のですね、純足田腕時計、あの、非常におしゃれな時計でございます。で全部、あの、裏ボタンはすべてこの、金色なんですね。ただ、この場合ですね、あの、 側を開けるとき、あの、傷をつけないようにですね、必ずこう,うビニール、かまして、してこの、側を開けるんですね。このような感じで。そうすると、この側に傷、側とこの蓋に傷がつきません。まあそういう感じで今、あの、まあ電池工がも終わったんですけどね、こういう感じで開けます。せっ手でこう閉まりますので、まあこういうタイプで対応しておりますので、まず傷つけないところが第一ですね。